時間ちょっと待ってね。書けない、ちょっと待ってね。どうって書こうって、オッケー、これでわかるかな。よし、今回はねこんな感じになりました。ちょっといつもよりは大人っぽい表情のモカです。こんばんは。生誕祭もねまた出たのでその話も2日になりました。あ、ちょ、じゃあ2日になりました。おねむなの、おねむじゃないよ、目がねちょっと今乾燥してて痛くて、でも今は大丈夫です。では刈谷の鉄球くん48さん、ありがとう。刈谷だよ。ありがとう。ステージから見てくれる時も話し会でもいつも優しいももちゃん、頑張りすぎてないか心配になることもあるので、その優しさを自分自身にも入れてあげてね。ももちゃんが心も体も元気で活動できるように願っています。また現場で会おうね。ありがとう。もうねいっぱいいろんな会場に来てくれてて、もう本当に感謝、いつもありがとう。これからも毎回見つけるので待っててください。ももちゃんレーダーで。リリベもありがとう、本当にずっと前から応援してくれてありがとう。じゃあお名前とサイン書いていくね。ありがとう、いつもニコニコが好き。ピッキューくん、次は来年の滋賀の、あ、来週の、ごめん間違えた。来週の、え、嬉しい、めっちゃねちょっと不安なの、不安だった。ありがとう、嬉しい。初めての滋賀県楽しみだから一緒に楽しみましょう。あこさんこんばんは。今作のチームと何が来ましたね。サイン会を振り返ると1回目は次のお話なので事情聴取となり、2回目は宇宙事業班にされ、3回目は公式レビューを行うことなり、はい、来年前はなかった、ごめんごめん間違えた。鉄球軍さんありがとう、ありがとう。お願いします。またすぐに会おうね。釣りワン、ありがとう。韓国のあんちゃんありがとう。今年1月の福フェスで久しぶりの日本遠征で心細い中、真っ先にこちらに気づいて挨拶してくれて涙が出るほど感激しました。ずっと忘れません。来年はもっといろんな場所でももちゃんと楽しい思い出をいっぱい作りたいです。ももちゃんラブ、ありがとう、嬉しい。もう私も覚えてるよ、福フェスであんちゃんがいて、ああんちゃんだって思ってすごく嬉しかったのを覚えてる。いつも遠い、めっちゃ遠い中から来てくれてありがとう、ありがとう。あんちゃん、あんちゃん、私もいつか韓国行けたらいいな。ありがとうね、あんちゃん。韓国のあんちゃんありがとう。Thank you。ありがとう。お願いします。次は山友さん2枚ありがとう、嬉しい。選抜おめでとうございます。一番可愛いももちゃんをいつも応援しています。ありがとう、ずっと見守っててくれて、もうめちゃめちゃ心強いよ、いつもありがとう、嬉しい本当に。
ね、前もありがとう。心を込めて書きますね。山とも。どうだろう、見てくれてるかな。たくさんいつももうサイン、ももかのサイン集めまくってくれてありがとう。よいしょ、2枚目も書きます。ヤマトモさん、ありがとう。ダブル、ありがとう。いつもこれからもずっと好きでいてね、ありがとう。お願いします。まだ呼ばれてない。待って、さっき呼んじゃった。一個前にありがとう。あ、ありがとうございます。ちょうどありました。いっぱいさっきメッセージ言ったから、ちょうどね、ついさっきだったの。ありがとう、あんちゃん。またメッセージたくさん言ったので、あの後で見返してみてください。ありがとう。次はピーちゃん、間に合ったよ。間に合ったね。ありがとう、ピーちゃん。もっちゃん選抜入りおめでとう。ずっと好きだよ。18歳、ももちゃんのサインはこれでラストかな。ほんとだ。19歳ももちゃんもいっぱいに行くね。ありがとう。18歳のももかの19歳もかもいっぱいね、ずっとずっと好きで行ってください。ありがとう。ピーちゃんはいろんな子のこと可愛いとか好きとか言ってるけど、ももだよな。ももだよな、やっぱ。ちょうどだった、そう、ちょうどだった、よかったです、間に合って。もちゃんが一番可愛いよ。ありがとう、いつもたくさん褒めてくれて、ありがとう、ピーちゃん。18歳ももちゃん、ありがとうございます。バレてたの？うん、バレてたよ。いや、なんかいつもいろいろ言っとるけど、やっぱももなんだろうっていつも思ってます。じゃあ次はケンさん、ありがとう。ケンさん、もーちゃん最高に可愛い。もーちゃんスティーブホテトのだから、ももちゃん大好き、これからも頑張って。ありがとう、ケンさん。モンカのこと見つけてくれてありがとう。なんかお話し会の朝からめっちゃ並んできてくれてすごい嬉しかった。ありがとう。ケンさん、これからもね、お嫁さんに怒られるの、怒られないように内緒で来てください。待ってます。ありがとう。ありがとう、また会おうね。お願いします。こんばん、こんばんは。続きまして、エビハラさん、ありがとう。エビハラさん、またまた良い曲をありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとう、本当にね、毎回毎回めっちゃいい曲をね、本当に私も大好きな曲なの。はいって元気よく来てくれてる、かわいい。ありがとう、ずっとニコニコね、ライブ中とかも見てくれたり、お話し会もずっと成長を見守ってくれてて、ありがとう。これからもよろしくね、いつもありがとう。
ありがとう。ありがとうございます。お願いします。ライブはライブもうかのこといっぱい見てね、これからも見つけるから。ありがとう。ペン変えよう。次はてつさん、ありがとう。4足連続選抜おめでとう、ありがとう。採用してスティーフォンをスタートしたの、今すっかりももちゃんの虜に。ももちゃんのさらなる活躍心から願ってるよ。これからも応援してます、ありがとう。もうね、嬉しいの、もうめっちゃだんだん好きになってくれてる感じがすごく伝わってて、めっちゃ私は喜んでる、ありがとう。私は特にドレスの時とかも一緒にツーショット撮れて嬉しかった、ありがとう。桃の間にいっぱい来てね、ありがとう。てつさん、ありがとう。いつも優しい言葉をたくさんありがとう、感謝してるよ、ありがとう。お願いします。次は恋してカープさん、ありがとう。改めて10枚目シングル、発売と選抜おめでとう、ありがとうございます。これからもずっと笑顔が可愛いももちゃんを応援しています。頑張ってね、ありがとう。いつもね、明るくお話し会とかも来てくれてありがとう、いつも一緒に、いつもありがとう、本当にいつもありがとう。これからもたくさん笑顔を届けに行きますので、ずっと好きでいてください、ありがとう。愛してカープさん、ありがとう。センキュー、ありがとう。また話そうね、お願いします。次は福ちゃん、ありがとう。改めて10枚目シングル選抜おめでとう。18歳の1年間はたくさんももちゃんと楽しい思い出を作ることができたけど、19歳のももちゃんともっともっと思い出を作れるように、いつも頑張ってるももちゃんをこれからも応援するね、ありがとう。本当にもうももがもっと前から本当にずっと支えてくれてて、すごい福ちゃんがいてくれると安心します、ありがとう。18歳もね、本当にたくさん話したりできて、19歳もたくさんお話ししましょう、19歳のももかとも。いつもありがとう、いつもありがとう。ちゃんとももかさん一筋でいてくださいよ。これからもよろしくお願いします。これからもよろしく。ありがとう。いっぱい会おうね、これからも。ありがとう。次はプサン、ありがとう。ボスから見に行く
くって言ってた、例えば今日雨だった、友情推しだよね、ここでもうバラしちゃおう。ももちゃんいつもありがとう、毎日可愛い配信にメッセージに癒されて元気もらってます。ライブを毎日楽しくて一目惚れしたももちゃんのアイドル好きが何度見ても魅力的です。ずっと応援したいです。ありがとう。もうね、ももかのことを知らなかったのにライブで見つけてくれて、そっからもうずっと好きでいてくれて、しかも楽しになったって言ってくれて、今ではもうめっちゃモーカのこと知ってくれて、すごくもう嬉しいことだらけで感謝してる。本当にありがとう。しかもね、いっぱいね、いつも楽しくお話しに来てくれて、いっぱい思いを伝えてくれてありがとう。これからもモーカのこといっぱい見に来てね。この間もライブ会えて嬉しかったよ、六本木。ありがとう。ありがとう、プさん。こんばんは、こんばんは。次は、君は何を公開するのかさん。題名。君は何を後悔するのかって書きますね、今から。君は何を、次は、くじまさん、ありがとうございます。OK、いい感じに書けたよ。来たーって。これハテナはいらんの？これここに書いとるやつはさ、ハテナないんだけどさ。めっちゃ可愛い。初めての大阪お話しかでき行きます。ツーショットも初めてめちゃくちゃ出してるんです。おー、あ、ハテナいるのね。待って、ありがとう。え、すごい気になってくれとるんだ。ありがとう。初めて大阪、じゃあ大阪で初めて会えるのめっちゃ楽しみにしてる。気になってくれてありがとう。ツーショットもね、めっちゃ楽しみにしてるよ。あの時のこの、君は何を後悔するのかって書いてた人ですって言ってね。あ、お名前か、もうかな。あ、チキもありがとう。嬉しい。めっちゃ嬉しいんだけど。ポーズもまた一緒に考えましょう。ありがとう。君は何を後悔するのか。お願いします。楽しみにしてます。次は吉野里さん、ありがとう。ももちゃんいつもありがとう。来年の、あ、来年また、もう今日来年って言っちゃう癖が、やばいやばい。来月の福岡行くよ、待ってます。直接会うの久々すぎてドキドキしてる。サンタモちゃん楽しみしてるね。チェキも届いたよ。ありがとう、よしのりさん。めっちゃ直接会うの嬉しいんだけど、いつもずっと応援してくれててありがとう。サンタモーカさんがいっぱいプレゼント渡しに行きますね、福岡で。ドキドキだ。チキもね、ゲットしてくれてありがとう。めっちゃ嬉しかったよ。いっぱい持ち歩いちゃってください。吉野里さん、ありがとう。R4 に認定される。ありがとう。1枚目は終了です。次はなるもとさん、ありがとう。なるもとさん、メッセージはね、なしかな。でも
ありがとう。なるもとさん。ありがとう。でも頼んでくれたってことはもう気になってくれたってことなんかな。ありがとう、なるもとさん。またお話とかも待ってるよ。なるもとさん、ありがとう。ありがとうね、ゲットしてくれて。お願いします。あ、15分過ぎたから。ありがとう、教えてくれた。じゃあ、はい、ありがとうね、言ってくれて。次は、としゆきさん、ありがとう。優しい笑顔が大好きで、いつも癒されます。まだ直接お話し会お話できて、あれあれあれ、まだ直接お会いできていないので、機会があればイベントに参加したいです。ありがとう。私も直接会いたい、もう本当に。ありがとうございます、ゲットしてくれて。これもう絶対直接会える日を楽しみにしてるので。イベントね、笑顔が好きって言ってくれてありがとう。これからもニコニコ笑顔見に来てください。ありがとう、としゆきさん、お願いします。次はゴーセブンさん、ありがとう。もうついこの間ぶりだね。もーちゃん、選抜入りおめでとう。ありがとう。ようやくもーちゃんの家を作ったね。ようやくじゃん。作ってよ。次は披露するね。寒くなり、体調管理もしっかりして楽しく活動してください、ね、ありがとう。めっちゃうちわの公開楽しみなんです。楽しみ、ほんまに。確かに今まで気づいてなかったけど、でもたくさん会いに行ってくれてたからね、もういつも応援してくれてるなって思ってて、うちわも楽しみにしてます。より見つけやすくなったから、うちわあるといっぱいレスするね。主はね、レーダー、ももちゃんレーダーすごいので、うちはすぐ見つけますね。なくても見つけてる気がするけど。ありがとう。いつも応援してくれてありがとうね。お願いします。次は高徳さん、ありがとう。 MV でももちゃんがいた場所を見た瞬間、懐かしい記憶が蘇りました。学生の頃、一人でよく行ってた場所にももちゃんがいるなんてエモかった。その前もすぎるね。偶然だとしても何か嬉しくなりました。勝手に運命感じてました。いや、もう運命だよそれは。偶然じゃないよ、運命よ。ありがとう、本当に。この間も会えて嬉しかったよ、来てくれてありがとう。うん、これはね、運命なので、ずっと私のこと好きでいてください。いつもニコニコ笑顔でね、会いに来てくれて、いっぱいね、ちゃんと会いに来てくれて喜んでおります。ありがとう、高徳さん。お願いします。ありがとう。いや、よかった、のりおさん、ありがとう。
いつも大変お世話になっております。これからも末永くお付き合いのほどよろしくお願いします。すごいめっちゃ礼儀正しい。かわいい、ありがとう。いやうん、ね、なんかもうめっちゃいつも優しくて、本当にもうね、話しに来てくれるたびとか見つけるたびに嬉しいってなる。なんかしかもいっぱいモーカのことをたくさん見てくれてて、一筋でいてくれてありがとう。これからもよろしくね。好きになってくれてありがとう。とまた撮った写真も見せてね。いっぱいね出張してて大変だと思うけど、会える時にいっぱい会いましょう。頑張ってね、お仕事。なりおさんありがとう。ありがとね、なりおさん、お願いします。次はあおみんちゃんありがとう。もーちゃんこれからもたくさん応援するね、大好きだよ、ありがとう。お話ししに行ってくれてめっちゃ嬉しかったよ。あーみん好きになってくれてありがとう。これからいっぱい思い作りましょう。ありがとう、あーみんちゃん。ありがとうございます。大好きですって書いてくれてるけど、モカも大好きだよ、ありがとう。あーみんちゃんありがとう。次はタツさんありがとう。じゃあモカだけ読みますね。ありがとう。今も見てくれてるよね、多分コメントしてくれてたから、ありがとう。本当に真面目に書いて、なるほど、ちょっとそれは逆に読みたくなるんだけど、ここでそうめっちゃ真面目にあのいっぱい愛がこの言葉に詰まってたんで、逆に公開はしたい、したくなった今。ありがとう、嬉しい、本当にいっぱいね、いっぱいたくさん思い出作りましょう。たくさんね会いに行ってくれて、いっぱいいっぱいをね、たくさんねでも会いに行ってくれてるよね、本当にありがとう。ペンライトもちゃんと持ってくれてて、この間嬉しかったよ。ピンクと絵巡りが見えました、うちわもね。ありがとう、たつさん。ありがとう。お願いします。こんばんは、こんばんは。こんばんは。気づいてた？気づいたよ。ちゃんとレッスン送ってたよ。次はカンズさん、ありがとう。カンズさん、ずっと応援してくれて支えてくれてありがとう。もっとねお話できる日を、また直接会える日も楽しみにしてる。いつも優しく話しかけてくれてありがとう。ありがとう、カンズさん。いっぱい飾ってね、ありがとう、カンズさん。こんばんは。では
次は昔からおじいさん、ありがとう。 STU で一番の美女ですそんなことないです、ありがとう。もーちゃんこんにちは。君は何を後悔するのか、選抜入りおめでとう、ありがとう。この間のゆみりんさんの卒コンでセンターを務めたサステナブル、とても良かったです。アイドルが爆発してた、やったー。いやもうめちゃめちゃ MV とか見てなんか動きを研究してそうなんかよりアイドルらしく踊ろうと思って頑張ってたので、すごい褒めてもらえると嬉しい、ありがとう。いっぱいね配信とか来てくれたり、ずっとたくさん応援してくれてありがとう、ありがとうね。しかも美少女なんて言ってくれて嬉しいわ。ももか、今お仕事中かな。昔からおじいさんありがとう。ありがとうね。こんばんこんばんは。お水飲ま、では続きましてポクレンパサランさん、ありがとう。ヤッホーちゃん、いつもこんなに可愛いのにダンスや歌を歌ってる時の表情がとても素敵で、このギャップにキュンキュンしています。また会いに行きますね。ありがとう、嬉しい。すごい、あのダンスとか表情とか見てくれるのすごい嬉しい。頑張ってるのでありがとう。これからもいろんなももかちゃんを見に来てくださいあ、元気です。元気ですか。今日も可愛いもちゃん、ありがとう、ありがとうありがとう。なんかさ、いつもさ、なんかお話し会さ緊張してなさそうにめっちゃ見えるんだけどさ、この間緊張したらいいよってさ言ってたから、それがすごい私の中でもギャップでしたよそう、めっちゃ話すの慣れとるんかと思ってたもんか来てね、待ってるよ。もかありがとう。クレンパサランさん覚えてたの、覚えてるよウッキー忘れませんよ、もかはももちゃんのコメント確認してまた泣きそうになった。ありがとう、ありがとう、こちらこそ。次はかーくん、ありがとう。かーくん、はい、こももちゃん選抜おめでとうございます。実は8月頃からメールを取り始め、ももちゃんの可愛さの沼にハマった気がします。11月23は夏のお話し会、職場からお仕事直接参加で、12月の10日のリアル話し会も楽しみです。大分から応援してます。え、そう、最近ね好きになってくれてたよね。私も嬉しいなと思って、なんか見つけてくれてありがとうってすごく思ってるし、チェキとかもゲットしてくれてて、たくさん好きになってくれてありがとう。これからね、もうの前いっぱいいらしてください。
お話もねできて嬉しかったので直接会えるのも待ってます。おいた九州にもね行けるように頑張ります。ありがとうかーくん。かっくんありがとう。次は安井拓也さんありがとう。安井拓也さんありがとう。ありがとう。もうからね、アジャジャケットゲットしてくれてありがとうございます。いつもねたくさん応援ありがとう。これからもサインいっぱいゲットしてね、ありがとう。Thank you。 お願いします。ありがとう。2枚目が終わりました。次はスバルさんありがとう。スバル、去年の夏にももちゃんが浴衣でカラオケ配信してるのを見てからももちゃんの沼にハマってます。おお、後悔しないように押せるときに押します。思い出を増やしていきたいです。ありがとう。嬉しい。浴衣のカラオケ配信、この前の幕張で初めてリアルももちゃんに会って可愛すぎてガチ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 だったの、気づかなかった僕は。そうだったんだ、ありがとう。本当にね好きになってくれてからめっちゃお話し会とか遊びに来てくれて、遊びに会いに来てくれて、そうすごい嬉しかった。直接も会えて、じゃあ今度会った時もちょっと可愛いってなってもらえるように頑張るわ。思い出をねもっともっと増やしていきましょう。ありがとうスバル、ありがとう。お願いします。こんばんこんばんは。次はマシオさんありがとう。アジャージャケット楽しみにしてます。あ、ここから恥ずかしいので負けたかも。あ、もっと会いたい、絶対会いましょう。目読しますね。じゃあ、ありがとう。そういつもねたくさん桃花のことをねたくさん褒めてくれて、いつも頑張ってるよって言ってくれて、すごいそれが私の中で嬉しくて、そうなんよ。すごいその頑張りもいっぱい見てくれて、そう一緒にこれからもいっぱい言ってくれてありがとう。たくさんね支えてくれてありがとう。またじゃあお話会でもいっぱい感想言うね、このメッセージの。ありがとう足尾さん、いつもお話会が楽しすぎます。ありがとう、ありがとね。これからもよろしく。ありがとう。来週楽しみにしてます。もうかも楽しみにしてます。ありがとう。次は土佐健太さんありがとう。高知での、イベント増えて嬉しいです。ファンミも楽しみにしています。ありがとう。もう本当にね、あのね私も高知のイベントが増えて嬉しくて、いつもありがとう。ありがとう。私もすごい会いたかったの、高知で土佐健太さんと。
やっぱ地元で会いたいじゃん一緒の。だからでもなかなか最近なくて、やっと本当に今回の警察のやつで呼んでもらえて、本当にコーチで会えてよかったなって思ったんですよ。でもその他でもね、会いに来てくれてるからそれももちろん嬉しいんですけど、これからもコーチで会えるように頑張りますので、地元愛、地元愛強しよ。福岡に向けてって書いてくれてる、嬉しい、待ってる。とさてんたさんのこと、すき焼きありがとうお願いします、ありがとうね。次はみんみんさん、ありがとう。大人の魅力も加わって、これからの活躍が楽しみです。体調に気をつけて頑張ってください、応援してます、ありがとう。いやほんとなんかね、最近そうちょっとだけ大人になったねってよく言われるんやいやもっかには多分大人の部分も子供の部分もめちゃめちゃいっぱいあると思うので、ちょっと両方楽しんでください、これからも。ありがとう、ありがとう、ずっと応援してくれてありがとう。体調にも気をつけて頑張ります、ありがとう。みんみん全然違う名前になってたら分かるけど、結構ちょっとマリマリ一緒だから、モッチがついてるだけでしょ。ドリミオさん改名、改名というか、改名かありがとうございます。みんみんさん、たくさんの応援ありがとう、いつもありがとうね。次はコジコジさん、ありがとう。コジコジさん、ありがとう。こちらこそ MV のステージ7件でのメンバーソロ撮影めっちゃ豪華、もーちゃんのロケ地どこかの機会に行ってみたい。ぜひぜひナルトのねとこなので行ってみてくださいね。すごいもーかも四国で MV が撮れてめっちゃ嬉しかった。本当にこの間さ、四国のクイズ出してくれたの楽しかったので、またしてください全然答えられなかったけどしっかりね間違えちゃったので、またリベンジとして一緒に寝る。徳島県、そうなの、徳島県の鳴門市のとこなの。そう、船がいっぱいあるとこでね、めっちゃ景色も綺麗だったのでおすすめです。モーカと一緒のところに座ってみてください写真見せてほしいわ。そのあれは難しかった本当に、ありがとう。いつもたくさん会いに来てくれて感謝、ありがとう、ありがとうね、お願いします。次はひろくん、ありがとう。了解、ありがとう。ひろくん、ありがとう。ザ・アイドルの鏡のようなおもちゃが好きになりました。嬉しい。歌唱もダンスも大好きです。もう国民になりました。新入りなのでよろしくお願いします。嬉しい、新入りくんだ。私はいつでもウェルカム人間なので、いっぱいいっぱいおいでね、待ってるよ。ありがとう、好きになってくれて、歌もダンスもいっぱい見てくれてありがとう。ようこそ桃の前一度入ると抜け出せませんよ。ひろくん、好きになってくれてありがとう。ありがとう、次はわたさん、ありがとう。10枚目シングル選抜おめでとう、リリーブ配信で見てたけど9枚目の時を思い出して懐かしかった。それとおもちゃんがだんだん大人びて綺麗になっていくのが楽しい。だけどショールームでちょいちょいバブ扱いするのもまだまだいいなって思うこのもうそうなんです、ウォーカー的にはもうかなり大人なんですけど、みんなバブバブ言ってくるんですよねありがとう、本当に。わたさんはもういつもね、ももかのことずっとじーってライブ中も見てくれてて、めっちゃ嬉しい。
お話し会もいっぱい来てくれてありがとう。大人のモモも子供のモモもこれからも好きでいてね。そこがモーちゃんね。そうね、私の個性だと最近は受け止めております。なんかありがとう、ありがとうね、ワトさん。来てくれると思わなくてちょっとびっくりしたっていうのが本音です。ありがとう、これからもよろしくにゃん。ありがとう、ワトさん。次はタカさん、2枚もありがとう。タカさん、名前書いてくね。タカ、タカさん、10枚目シングル発売おめでとうございます。ももちゃんの可愛いチキも届きました。やったー、ありがとう、ありがとう。コステのチキ可愛かったCD 発売直後だったり年末年始向けて忙しくなるでしょうが、無理にしない程度に頑張ってください。ありがとう。おこっせも、もレアなチキが届いたんですね。ありがとう、チキもアザージャケットもたくさんゲットしてくれて、本当にいつもいつもずっと見守ってくれてて、めちゃめちゃ感謝しております。ももかね、クリスマスとかいろいろ年末年始とかあって忙しくはなると思うんだけど、無理せずに一生懸命頑張るので見守っててね。タカさん、ありがとう、ありがとうね、2枚もお願いします。続きまして、ももこ組のマッピーさん、ありがとう。ももちゃん10枚目シングルも選抜入りおめでとう。これからもももちゃん一番に応援してるよ。ももちゃんのパフォーマンスいつ見ても最高だよ。今回の新曲の衣装カチューシャも似合って最高だったよ。体調気をつけてこれからも頑張ってね。ありがとう、嬉しいね。ずっと一番って言ってくれたので私はとっても嬉しいなと思ってます。これからもいっぱい見てね。組のマッピー、本当にいつもね、セタさん、え、絶対来てね、待ってるよ。あれ、ファンミーティングもまた会おうね、絶対。ありがとう、たくさんいつも褒めてくれて、なんかね、いつも嬉しいことばっかり言ってくれて本当に嬉しい。あ、間に合いました、間に合ってるかい、おるかい。マッピー、ありがとう。生誕祭絶対、絶対来てね。ありがとう、マッピー、これからもよろしく、ありがとう。お願いします。次はももっこ組ののっぴー、ありがとう。ももっこ組ののっぴー、ファンミーティングとセンター祭行く、あー嬉しい、待ってるよ、両方会えるのか。ももちゃん10枚目シングルの選抜おめでとう。ももちゃんが10枚目シングルの選抜入れること信じてたよ。シングルも入、次のシングルも入れることを願ってるよ。もくが一番可愛い、ありがとう。あれも届いたよ、あのプレゼントも2人で ね、お手紙もね書いてくれててめちゃめちゃ嬉しかった。定期的にねお手紙とかもくれてたくさんありがとう。選抜のねお祝いも言ってくれてありがとうね。会えるの楽しみにしてるよ。のっぴー、ありがとう、
ありがとう。続きまして、よしあきさん、ありがとうございます。ももちゃん、ちょっと早いけど、誕生日おめでとう。ありがとう。また今年もおめでとうが言えて嬉しかった。これからもずっとももちゃん推しです。 ST48 センター目指して頑張ってね。応援してます。ありがとう、よしあきさん。落ち着いてよかった。ファミリーテクモテク待ってるよ。ありがとう。誕生日のお祝いもね、あ、そう、あとちょっとなんよ。よかったら生誕祭、もし来れそうだったら待ってます。いつもずっと応援してくれてありがとう。お話し会とかも嬉しい。これからもずっとももちゃん推しって言ってくれる言葉が嬉しいです。ずっと見とってな。おしあきさん、ありがとう。たくさんの応援ありがとう。お願いします。次はドラカンさん、ありがとう。最近はももちゃんに会える機会がたくさんあって嬉しいよ。この間の六本木も楽しかったし、ファンミーティングめっちゃ楽しみだよ。デビューから変わらず前向きで努力する姿に自分も頑張ろうって励まされるよ。可愛くて優しいももちゃん大好き。ありがとう。ずっとずっとね、入りたてのもーも、今のもーもずっと好きでいてくれてありがとう。本当にね、ありがとう。こちらこそありがとう。本当にね、いっぱい広島にも会いに来てくれてて、東京でも会えて、いっぱい会えるのがいつもすごい自分も嬉しい。心強いです。ありがとう、たくさん。いつもずっとずっと大好きで、お、約束ね。ありがとう、ドロンちゃん。ありがとう。モーちゃんに会える時間はいつも幸せだよ。ありがとう。モカも幸せです。これからも会おうね。ありがとう。次はまっちゃんですさん、ありがとう。まっちゃん、ありがとう。これからもリスン姉妹で押すのでよろしくね。おお、嬉しい。嬉しいんだよね、私たち姉妹。なんかさ、性格とか、まあ、似てるとこもあるけど、やっぱ雰囲気とかは真逆だからさ、すごい2人を好きって言ってくれるのが嬉しいです。いつかね、2人で絶対ステージはしたいなっていう目標があるので、その時は絶対に来てください。お話し会も待ってるからね。お姉ちゃんの方ばっかいかんでよ。まっちゃん、ありがとう。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 次はゆうさん、ありがとう。ゆう、いつも楽しい時間ありがとう。桃が好き、ありがとう。もうね、好きになってくれてからいっぱい来てくれて、お話もねできて嬉しかったの。嬉しい、ありがとうね。あ、ただいま用事中って書いてる。23日オンライン待ってるよ。来てくれるんだ、楽しみにしてます。ありがとう。え、R4 ですか？あの人事異動をお願いされたんですよ。ダンス、あ、ももちゃんって、え、あ、よかったよかった。用事中って書いとったけん、今見えてないんかと思った。ありがとう。よかったよかった。ゆうさん、ありがとうね。オンラインもよろしくお願いします。もちゃんに寄せ、本当にありがとう。好きになってくれてありがとう。思い出作っていこうね。今います、よかったです。ありがとうございます。ちょうどよかった。用事頑張ってね。ありがとう。ありがとう。エイトさん、続きまして、こちらこそいつもありがとう。いつもありがとう。エイトさん、ありがとう。エイトさんね、あのね、メール返信でメッセージ送るの、送ろうと思ってたのに
なんだって確定ボタン押しちゃったって言ってたんですけど、その下にメッセージ書いてくれてて、すごい嬉しい言葉をありがとう。読まなくていいって言ってたけど、読みたいぐらいいいメッセージでした。ありがとう。これからも一筋でいてくださいね。ありがとう。センター祭も来れそうって言っててよかった。待ってるよ。ありがとう。ありがとね。お願いします。思い出たくさん作る、思い出たくさん作りましょう。次はしゅんさん、ありがとう。おとといぶり？ももちゃん、10枚目選抜、10枚目選抜おめでとう。いつも妹とか呼んでるのは半分ネタなんですけど、ももちゃんがそれだけももちゃん可愛いってことです。大人っぽさももちゃん出てったけど、多分今後も妹とかよくわけわからないことを言い続けますが、仲良くしてください。いやもう仲いいんですよ、ずっと私は仲良くなりますよ。じゃあ私が、私のことずっと妹として会いに来てくださいね。妹ということはもう何回も会いに来るっていう前言ったと思うんですけど、たくさん会いに来てください。待ってます。会いに行くよ。待ってる。ありがとう。ありがとう。お願いします。お話できて嬉しかったよ、おとといも。ありがとう。ありがとう。次は、ミキシバさん、ありがとう。いつも天真爛漫一。お、優しい。ちゃんと読み仮名振ってくれてた。でも読めたよ。ももちゃんが大好きです。可愛いから綺麗まで幅広く活躍できるようにこれから応援してます。ありがとう。もうね、三木島さんは会うたびに顔がってめっちゃニコニコしてくれてて、もう本当に嬉しいよ。なんかそれぐらいめっちゃ喜んでくれてるんだろうなって伝わるし、私もより会えて嬉しいなって毎回思う。ありがとう。これからもいっぱい会おうね。渾身の思い、なんか渾身の思いがなんか不可解な記号みたいになってて、ミキシバさんありがとう。ミキシバさんありがとね。なんか何ですかね、スタッフさんに聞いたの。そしたらなんか多分次はされる際はトマトポさんありがとう。いつも笑顔が可愛い。可愛いすぎです。サインありがとう。ありがとう、トマトボさん。嬉しい。笑顔が可愛すぎです。可愛すぎって書いてある。ありがとう、トマトボさん。トマトボ、トマトボ、ありがとう。よし、トマトポさんありがとう。 Thank you。 ありがとね。お願いします。はい、スボーさんありがとうございます。次は、お、ヤマトモさん、またかな？いいの？こんなに。お、嬉しい、4枚目だよ。ありがとう。ヤマトモさん、2枚もありがとう。ももちゃんの、パフォーマンスが大好きなので、また公演やコンサート見に行きます。ありがとう。パフォーマンス褒めてくれるの、すごい嬉しい。これからも磨きに磨きまくるので、いっぱいずっと見とってください。それ4枚だよ。1枚飾るよ、1枚持ち歩くよ。1
ぱい。絶対そうだと思ってる。でもいっぱい眺められますね、4枚あったら。ちょっと1個ひらがな名前バージョンも付け足したか。山友さんありがとう。違うなしって言った。ありがとうね。お願いします。次はたっちゃん、ありがとう。たっちゃん、たっちゃんはもう本当にね、いっぱいいっぱいお話しに来てくれて感謝する。あ、えもともさんいる。ありがとう、ありがとう。こちらこそ。新体操もっちゃん選手10点満点。おー嬉しい、ありがとう。この間いろんな趣味の話とかもでき楽しかったし、もう写真ねあの逆にあの何十枚もある写真もか見たいんだけど、今度見せてほしいわ。でもたくさんいるの楽しみにしてるよ。たっちゃんありがとう。私は勝手にね、ダー立ってる、ありがとう。待って、ありがとう。たっちゃん今あれなんかあるどうありがとう。たっちゃんタワーありがとう。いつも仲良くしてくれてありがとう。これからもよろしく、ありがとう。え、タワーのお礼またさせてね。ありがとう。ありがとう。こちらこそありがとう。本当に私もありがとうの気持ちでいっぱいです。ありがとう。次は、次はももちゃんの判断だよね。え、今日はさ2期生のみんなやけん大丈夫よね。いい、ありがとう。続きまして名前読んでいいのかな。ありがとう。俺は名前笑顔で上手。俺が買ったよ。いいよいいよ。あ、よかった。じゃあでもにゃん、ありがとう。よかった、今日はね2期生やけん大丈夫。もーちゃん、後ジャケット嬉しいよ。いつも気使ってくれてありがとう。ファン思いなもーちゃんだからこうやって応援できちゃうよ。もーちゃんとの大切な時間増やしていきたい。これからもよろしくね。ありがとう。ありがとうございます。いつもももちゃんの神対応なってる。ありがとう。ほんと可愛くてつるもちゃんすべてかかり、あ、もうねえ、桃の前たくさん来てくれてありがとうございます。本当に嬉しい。今日は良かった、いっぱいちゃんと名前とかも呼べて今日はいいメンバーでしたね。返せるって鳥肌立つ。いや、鳥肌通り過ぎて産毛が。ありがとう、ありがとうね。よかった、こうやって見せれるから今日。ありがとう。ありがとう。デブニャン、お願いします。次は、あら、エビハダさん2枚目ありがとう。ずっと応援してます。頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。じゃあね、いてね、ここにありがとう。2枚目もありがとうね。本当にまたまたありがとう。見てくれてたね、ずっと。ありがとう、ありがとう。本当に早くお話ししたい気持ちがいっぱいすぎる。あの時間がめっちゃ大好きやから。今日も可愛いよ。やったー、ありがとう。今日も可愛い、いただきました。ありがとう、指原さん2枚目。ありがとう、お願いします。
次はプラザ48さん、ありがとう。ありがとう。毎年恒例のタンプレ送りました。今回はサプライズのサプライズありのお手紙も注目です。両方とも楽しみ。一番おもちゃんです。ありがとう。そうこの間あのお手紙めっちゃ楽しみにしててって言ってくれたじゃん。やけんめっちゃ楽しみにしてる。ありがとう。毎年たくさん思いの詰まったプレゼントやお手紙をありがとう。楽しみな。めっちゃ日帰りできそうなので生誕祭、あ、よかった、行けるかわからんって言っとったけさ、よかった。生誕祭待ってます。一番はずっと一番でいてください。もうこれだけは譲れません。ありがとう。会えるの楽しみにしてる。ありがとう、プラザ48さん。ありがとうございます。ありがとう。お願いします。Thank you。ありがとうございます。よいしょ。ありがとう。お水タイム。次はゆうたくん。ありがとうございます。ゆうたくん。マスマスくん、ありがとう。次はオレアさん、ありがとう。ももちゃん押して後悔なんかありません。え、めっちゃ嬉しいこと言ってくれる。よかった。私絶対もうかのことを好きになってくれた人のみんなは絶対幸せにしたいって思ってたから、そう言ってもらえるとなんか心強いです。すごい。最近僕の使い方がどうやしませんか。ありがとう。中田もたくさんね癒しをお届けできるように頑張ります。ありがとう、レアさん。お願いします。ゆうたくんは多分脱輪使った方が光ると思うのでそっちの方が面白いかなと思ってて、続きましてももまこさん、ありがとう。ももちゃんお疲れ様。ももちゃんの笑顔に癒されます。ももちゃん大好きだよ。これからも変わらず、ももちゃん髪をしないよ。23のお話がいくね。やったー。ももまこももかのお洋服も待ってるからね。後ろもももって書いてるの待ってるからね。ありがとう。ずっと好きでいてくれて、髪押しでいてください。これからもありがとう。23日もめっちゃ楽しみにしてる。いっぱい話そう。もももこありがとう。じゃん。え、探してくれてるの。やったー、嬉しい。ありがとう、覚えててくれたんだ。おーちゃんが一番。え、本当にお願いします。やった、約束だよ。ありがとう。続きまして、アナフォートさん、ありがとう。おーメンバーから聞いたおーちゃんのエピソードでさらに好きになりました。これからも借りながら応援してます。やった、エピソード聞いて好きになってくれたんだ。ありがとう、嬉しい。これからもいっぱいいっぱい会いに来てください。待って、あんまり言わないけど今日も買うよ。え嬉しい、かわいいよなんて。生誕祭も、待ってます。会いましょう、楽しみにしてるね。たくさんたくさん好きになってくれてありがとう。会えるの楽しみに待ってます。ありがとう。お願いします。ありがとう。こっちゃんありがとう、おかえり。いつ
つもステージの上で輝いているももちゃんの笑顔に元気をもらっています。ありがとう。大人っぽく素敵な大人に成長しているももちゃんのこれからの演奏の活躍を楽しみにしてます。これからもよろしくね。ありがとう。嬉しい。ゆくちゃんも広島で会えて嬉しかった。あのさ、いつもさ、こうやってももちゃんって言ってくれるのが嬉しい。ありがとう。いつも頑張って聞いてくれようとして、大好きを伝えてくれてありがとう。本当に、しかも素敵な女性とか言ってくれてるんだけど、やっとねもーちゃんがします。いやもう絶対よ。ずっとよ。ありがとう。あ、そうなんだ。それはありがとう。これからもよろしくね。ありがとう。ありがとう、福ちゃん。お願いします。次はミノルさん、ありがとう。いつも可愛いもっちゃんには最高の癒しをもらっています。本当にありがとう。毎回公演行くことは厳しいけど、応援する気持ちはいつも持ってます。めちゃめちゃ伝わってますよ。みのるんさん、ありがとう。またね、会えそうな時にいっぱいレッスンするんで会いに来てください。ありがとう、ありがとう。みのるんさん、あ、来てくれてる。はーいってね、ポチって押したらめちゃ写真の映像がすごい。ありがとう、みのるん。伝わってるよ、めちゃめちゃ。ありがとう。これからも癒しいっぱい届けるね。ありがとう。よいしょ。みのるん、ありがとう。大切にするね。ありがとう。いっぱい飾っちゃってください、みのる。ありがとう。次はひろぴーさん、ありがとう。桃が好きって、ありがとう。ひろぴー、ひろぴーと話せるものめっちゃ楽しみにしてるよ、いつも。本当にね、ずっといつ見ても笑顔のね、ひろぴー、ありがとう。ミステモモか、来てくれてるかな、ひろぴー。いつもありがとう。これからも会えるのを楽しみにしてるよ。ももさん一筋でいてくださいね。ありがとう、ひろぴー。ありがとう。お願いします。次はいちるさん、ありがとう。10枚目シングル発売おめでとうございます。ありがとう。公演での表情やお話し会や配信での可愛い可愛い衣装をまとまったももちゃんがまとったももちゃんが本当に素敵です。とっても可愛いももちゃんをこれからも応援してます。ありがとう、いちるさん、ありがとう。すごい、いろいろなところを褒めてくれてて、いっぱいね、仲良くなれて、ももかめっちゃ嬉しい。本当にありがとう、いちるさん、ありがとう。あ、受け取れた。チェキとても可愛かった。やったー。もう好きになってからね、ずっとね、いっぱい会いに来てくれたり、お話に来てくれた、ありがとう。チェキもありがとう。これからもいっぱいいっぱいね、思い出を作ろう。ちな、ありがとう。好きになってくれてありがとう。感謝。ありがとう。あ、写真キットも届くの待ってて。すぐ届くよ、きっと。はい、お願いします。噛んだ今。ありがとう。綺麗さと歌の中に取れました。いい、それからも頑張ってください。
次は高則さん、ありがとう。おーちゃんかわいいよ。ありがとう高則、ありがとう。会いたいぞ、会いたいぞ、会いたいぞ。いつもね、私が癒しをもらってるのね、お話しして、ももちゃんって言ってくれてありがとう。ずっと見守っててくれてありがとう。また会えるの楽しみにしてるんで来てくださいね。ありがとう、ありがとう高野里お願いします。間に合った、間に合ってるよ次はマサタッカーさん、ありがとう。桃の間にいさせてくれてありがとう。これからも大人桃さんへと成長していく姿を見守っていくよ。これからもよろしくね。ありがとうマサタッカー、ありがとう。ってかモーカがありがとうだよ本当にずっと桃の間住民でいてくれてありがとう。もういつもベタ褒めしてくれてね、好きを伝えてくれてありがとう。もう桃の方が感謝です。ありがとう。ゆめがねさんが言ってるのを想像しています。すごい可愛い、可愛いって言葉だった。ありがとう。癒し系です。ゆめがねさんが話した。今日も開始。今日もベタ褒めじゃん。ありがとう。もうものま、もっともっと来てね。もっともうこう下に下に。ありがとうマサタッカー。Thank you. お願いします。大好きです、ありがとう次はリチャードさん、ありがとう。何事もひたむきに頑張ってるももちゃんを尊敬しています。いつも素敵な笑顔と全力パフォーマンスを、ありがとう、ありがとうリチャード。いっぱいねモカのこと考えてくれて支えてくれてありがとう。早くね会える日を楽しみにしてるし、私もねなるべく近いところに会いに行けるように活動でね頑張っていくね。また全国とかでね回れたらいいな。これからも全力パフォーマンス見守っててね。いつも褒めてくれてありがとうリチャード、ありがとう。もうかちゃん二塾のイベント持ってるね。ありがとうねリチャードさん次はカンズさん、おー2枚目だ、ありがとうカンズさん、たくさん頼んでくれたんだね、ありがとう。サイン楽しみにしててね。ありがとう、嬉しい。ちょっとひらがな名前バージョンしようありがとうカンズさん、2枚もいっぱい飾ったり持ち歩いたりしてください、ありがとうまた話そうね。次はねマサトシさん、いつもありがとう。いつもおもちゃのパフォーマンス見て元気もらってます、ありがとう。いやもうこちらこそよ本当にありがとう。これからもね元気を与えたいです、いっぱいありがとうまさとしさん、たくさんのサインとかいつもゲットしてくれてありがとう。ありがとう、これからもパフォーマンス磨くね、ありがとうまさとしさん。お、どうだろう、見れてるかな。ありがとうまさとしさん、お願いします。次はカタカナでおさむさん、ありがとうおさむ。
おさむさん、ありがとう。ゲットしてくれてありがとう。わざわざゲット、嬉しい。10枚目シングル発売、そして選抜おめでとうございます。完成済みなので、なかなかあまりお目にかかる時間が少ないのですが、おさむさんゲットしてくれてありがとう。そしてモンカのこと好きになってくれて本当にありがとう。そうね、サインとかゲットしてくれてありがとうな。いっぱい眺めてねありがとう、おさむさん。今ね、結構書いた。5枚分くらい書いた。ありがとう、たくさん。まだまだ言っていきますよ。次はいいペースかな。どうなんだろうね、時間が見えなくてね。今何時か分かんないけど、多分きっといいペース多分そう、半分以上は終わってるかな、多分。バッチグーです。ありがとう、時間教えてくれてる。それでは次はともやさん、ありがとう。ともやさんと、英語でともやさん、ローマ字。やっぱり可愛いなっていう感想で嬉しい嬉しいんだけど、でも可愛いって言ってもらえるとめっちゃ嬉しいな。最近ね、ユリメイクとかいろいろな頑張ってるので、そう思ってもらえると最大の褒め言葉です。ありがとう。じゃーん、ともやさん、ありがとう。アザージャケットゲットしてくれてありがとう。もっともっと可愛くなれるように頑張るので見守っててくださいありがとう、お願いします。はい、では次はダブルカントリーさん、ありがとう。こんばんは。新曲 CD 発売おめでとうございます。ありがとう。今日の14日が誕生日だったので、ももちゃんからのプレゼントをいただけたみたいで、とても嬉しいです。到着楽しみにしてます。もーちゃんのファンミと生誕祭も参加できたらいいな。これからも応援してます。え、おめでとう、誕生日サインありがとう。ファンミ当選、お、生誕祭も、待ってる待ってる、ありがとう、おめでとうだよ。ちょっとこのこれにめっちゃおめでとうの気持ち今込めますねあ、じゃあジャケットに、ありがとう。たくさん会えるの楽しみにしてる。はい、ダブルカントリーさん、ありがとう。待ってます、お誕生日おめでとう。また直接も言いたいな、ありがとう。泣いてください。こんばんこんばんは。次はトサのおんちゃん、ありがとう。トサより応援してますありがとう、地元一緒で嬉しいよ。いっぱい応援してくれてありがとう。また高知にもいっぱい行けるように頑張ります。本当になんかやっぱ地元って結構高知から遠いのに STU のことを知ってくれて本当にありがとう。またね、高知のよさこいとかも参加したいです。さんのおんちゃん、ずっと前からたくさんの応援ありがとう。すき焼きありがとう。次は安井拓也さん、2枚目だよ、ありがとう。おかえりなしゃーん、ありがとう。嬉しい、本当に。
たくさんサイン集めてくれてありがとね。ありがとうございます。水田くんさん、ありがとうありがとうありがとうね。次はショパルさん、ありがとう。公演やコンサートで小柄なももちゃんが大きく踊るパフォーマンスが好きです。配信カメラもレスしてくれるところも好きで、春に僕たちのアーカイブを見ておもちゃんの話し会に行きたいと思うようになりました。これから応援してね。ありがとう、いっぱいありがとうね。スバルさっきも嬉しいんだけど、本当にありがとう。パフォーマンスね、いっぱい好きになってくれてるんだ、嬉しい。僕隊ね、またリバイバルやりたいんですよ。その時はぜひぜひね、やりたい。ありがとう。これからもカメラにいっぱい留守するし。あ、お、え、広島の話し会待ってる、気をつけてくるんだよ。スパルと話せるの楽しみにしてるよ。ありがとう、待ってるありがとう。ありがとう、こちらこそありがとう。次は、タッさん、ありがとう。落ち着けましたか。ちょっと名前がね、名前が黄色い文字になってるので、私はタッさんにしますね。いますか。ありがとうございます。いつも変態なことを言っても表面上仲良くしてくれてありがとう。幕張の話し会でこれ以上好きなメンバー増やさないでねって言われたけど、一戦含め3人で落ち着きそうです。3人も多いわなんだかんだリスさんが一番好きやから、これからもよろしくで、よろしくなよろしくな。3人で落ち着いてよかったわ、本当にありがとう。黄色と、そう、黄色になってるんですよ。え、まだお家帰れてないのかな。ありがとう、ね、ちゃんと一番っていうのはね、ずっと変わらずにいてくれるのはとても喜んでおりますので、これからも推しメンはこれ以上増やさずに私への愛をたくさん注いでください。ありがとうね、ありがとう、お願いします。続きまして、深みどりさん、ありがとう。深みどりさん、内面がすごい好きでした。あ、そうだったありがとう、教えてくれて嬉しいわ、内面好きって言ってもらえる。あ、初アジャージャケット噛んだ深みどりさん、ありがとう。もーちゃんが一押しです、一番可愛いです、コーチからいつも応援してます、ありがとう。好きになってくれて、もうほんまにコーチで会えて嬉しかったでしょうか。ありがとう深みどりさん、好きになってくれて、またコーチ行ってるように頑張ります。あ、そうなんだ。でも伝えてて、もうメッセージがリリーさんらしいなって思って。深みどりさん、ありがとうね。なんか嬉しい気持ちになりました、ありがとうございます、ありがとうお願いします。すき焼きね次や、マシオさん、え、おかわり、ありがとう、おかわりおかわりって言い方かわいいんだけど、ここからはじゃあ黙読でね。
ありがとう。嬉しいんだけど、本当に言ってくれる言葉が、ありがとう。めちゃめちゃ嬉しい。お腹空いてたの？お腹空いてたの？ありがとう、おかわりしてくれて。おかわりありがとう。マシオありがとう。ありがとうね。これからもずっとそばにいてください。ありがとう。ありがとう。マシオありがとうね。これからもよろしく。ありがとうございます。お願いします。すごいコメントがいっぱい。初見さんありがとうございます。今こんにちは、ありがとうございます。こんにちは。乃木坂さんからありがとうございます。こんにちは。ありがとうございます。今はね、アザージャケットサイン会のしてます。いつもねゆったり配信してるので、また来てみてください。やっぱりスティーンとエスティーン。でもももかは皆さんが来てくださるのはほぼ初めてかもしれないです。ありがとうございます。ありがとう。続きまして、こんばんは。ではこんばんは。ありがとうございます。では続きましていきますね。こじこじさんありがとう。おかわりだ。改めて選抜メンバー入りおめでとう。ありがとう。10枚目シングル衣装かわいいより一層もーちゃんかわいく見えて好き。おー嬉しい。そうね、そうね、前のシングルはちょっとかっこいい感じだったんだけど、今回はねかわいい感じの衣装で、本当にたくさんありがとう。こじこじありがとう。そう、こじこじが撮ってくれた写真、ママとめっちゃいいねって言ってて、いっぱいね保存しております。ありがとう、たくさんありがとう。こじこじありがとう。おかわりありがとう。次はピノさん、ありがとう。ピノ10枚目シングル選抜入り&ヤンマガセンターおめでとう。ありがとう。最近のおもちゃ大人っぽさが増していて、可愛さにさらに磨きがかかってるよ。もうこれからも超絶スーパーアイドルもーちゃんを応援するね。ありがとう、たくさんのお祝いを。しかもいっぱい支えてくれて、本当にもうヤンマガのやつもいっぱい、選抜にも本当にたくさんありがとう、協力してくれて。ピノありがとう。これからも可愛さいっぱい磨けれるように頑張ります。今日のおもちゃも可愛いし、カチューシャのおもちゃも可愛い。やったー、ありがとう。ありがとう、ピノさん、たくさん褒めてくれた。これからも思い出作ろうね。ありがとう、ピノさん。俺配信もお楽しみに、頑張ります。一緒に楽しみましょうね。ありがとう。続きましてトシさん、
ありがとう。お仕事中って書いてたけど今は大丈夫かね。ありがとう。10枚目シングル選抜おめでとう。最近忙しくていろいろ行けてないけど、これからもずっとお気もも楽しで、もう 90% 多いで応援し続けます。ありがとう、嬉しい、ありがとう。でもこの間ちょっと会えたでしょ。またお話もしに来てね、待ってるよ。ちょっとでも会えてよかったです。ももか、またいっぱいいろいろ落ち着いたらいっぱい会いに来てね。今見れてないかな。ありがとうね、お仕事中ってまだ書いとる。ありがとう、お仕事中なのに申し込んでくれて、ありがとうね、としさん、ありがとう。これからも好きでいてね。Thank you。 ありがとう、お願いします。裏で流れているのが新曲ですか。そうなんよ。あ、今はねカップリング曲が流れてるんですけど、さっきまで10枚目シングルの君は何を後悔するのかが流れてて、カップリング曲もねいい曲がたくさんありますぜひ聴いてみてください。 MV も出てるので。こんにちは。え、今あれなんですか、花嫁姿。あ、6月に出てきてた。引っ越した。それを設定してくれてるの。ありがとう。花嫁全然やってないやもーちゃんも参加。そうなんですよ、もーかも参加、ありがたいことに。君は何を後悔するのか参加させてもらってます。ありがとう。やります。やってくれてんだよね。聞いてみてね。次はめちゃディスさん、ありがとう。めちゃディス。今は自分でデイを頑張らせてください。トシャルさんまだ自分でデイ入ってなかったら。めちゃディスさんありがとう。早くお話ししたい気持ちでいっぱい、本当に。そう、韓国からずっと応援してくれてありがとう。超アヒだよ、超アヒ。早くまたお話ができますように楽しみにしてます。ありがとう、めちゃぎっさん、ありがとう。お願いします。続きまして、はとよしさん、ありがとう。10枚目シングル発売おめでとうございます。ありがとう、いつも応援してます。関東に住んでいてなかなか会いに行けないので、ファンクラブのイベントをいつか開催期待しています。ありがとう。関東にねいっぱいでも会いに行きたいと思ってるので、ファンクラブね、またファンクラブ釣りするときは東京でできたらいいなって思うか思ってるので、その時はぜひ約束ですありがとう、ありがとうね。毎日やっぱりゆうちゃんの夢にゾンビが出てくるって言ってたからちょっと現実と夢は。ありがとう、かとよしさん、またお話ししましょう。お待ちしてますありがとう。次は佐藤さん、ありがとう。ステージでキラキラしているももちゃんを見るのがいつも楽しみです。やったー。先日のイベントで誰のセンター最高でした。いつも可愛いももちゃん癒されてます。これから応援してね。ありがとう。すごくね、誰のセンターとかも緊張してたんだけど、みんなの顔見てたら頑張れるって思った。本当にいっぱい目合わせてくれててありがとう。嬉しい。もっともっとキラキラできるように頑張るね。あ、ファミも当選やったね。いつもありがとう。こちらこそ会えるの楽しみにしてる。もうすぐ。ありがとう佐藤さん。
初めは経験したことのない連続で思ったように。ありがとう佐藤さん。別々に一歩一歩壁を乗り越えている。またすぐ会おうね。それからは元気で楽しくお願いします。ありがとう。次はケイセティンさん、ありがとう。もう呼ばれちゃった。まだだよ。ありがとう、ケイセティンさん。おいでおいで。最初は結構思い通りにいかないことが多かったんですけど。あ、いた。いたいた。あ、来た。その言葉待ってた。ありがとう。ももちゃん選抜入りおめでとう。ショールームやらお話し会でいろいろ話してるから何を書こうか迷ったけど、ありえないことをこれからも話していけたらと思ってる。あ、直接言ってない子だった。ももちゃん大好き、愛してるよ、ラブ。ありがとう。直接でも待ってますよ。ありがとう。本当にね、いろんなことを話して本当にいつも楽しいです。あ、面と向かって言えない、なんか待ってるよ。癒やそうとする人。あ、ファミもやった。なんか最近ね、ちょっとね、あの STU じゃないグループにちょっと浮気してる気がするので、ちゃんと STU のところのももかちゃんに言ってくださいね。頑張りますじゃない。絶対よ。ん？って。ん？ん？って。ありがとうケイスティンさん。ありがとう。とぼけちゃダメだよ。厄介しました。ありがとう。バレてるにゃん。ちょっと待ってね、確認中。いや、もうタイプ B には行ってました。もう B には行ってるよ。次はもうすぐです。今は今はね、追加分以外だったとに、あ、解決した。よかったよかった。まだね、追加分のやつをもらってなくて、もうちょっとでもらうから一瞬あれってなっちゃった。大丈夫でした、よかったです。そう。ではもうちょっとでね、追加分じゃないところのまでもうちょっとで終わる。次はそう解決。高木さん、次はありがとう。改めて選抜入りおめでとうございます。いつもももちゃんからたくさんの元気をもらっているよ。ダンスパフォーマンス、特にパフォーマンスに時には面白いことを言ってくれたり、素敵な笑顔に可愛さと大人っぽさが見え、見え隠れする素敵な女性に成長してるよ。これからもずっと大好きだよ。ありがとう。文字数いっぱい書いてくれたんだよね。ありがとう。もういっぱい会いに来てくれてね、うちはいつも思ってニコニコ会いに来てくれて、ありがとう。本当に私も感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとう。これからももっと素敵なね、女の子になれるように頑張ります。ありがとう。
そう、モカって呼んでくれて嬉しいよ、モカ。ありがとう。こんばんは、こんばんは。ありがとう、たかきさん。ありがとう。これからも仲良くしてね。ありがとう。お願いします。いろんなところに会いに来てくれてありがとう。え、福岡でも会えるし、ファミも生誕も会える。やったー、いっぱい会いに来てくれる。めっちゃ楽しみ。ありがとう。待ってるよ。次は百之助さん。あ、おとといぶり。いつもももちゃんの可愛い笑顔に癒されてます。ももの間にハマったことは後悔しない。これからも、公演やイベントで会えるのを楽しみにしてます。大好きです。ありがとう、嬉しい。もういつもめっちゃ優しいんだよね、福之助さん。ありがとう。この間もお話できてめっちゃ嬉しかった。そうね、生誕ティーを着てニコニコ会いに来てくれてありがとう。今年の生誕祭も来てね。今日も可愛い。ありがとう、本当にいっぱいに来てくれて感謝してる。サイン届くの待っててね。ありがとう、百之助。ありがとう、ありがとう、お願いします。ありがとう。え、福岡も待ってる、嬉しい。いっぱい来てくれるじゃん。いつも一筋でいてくれた、ありがとう、感謝。次はリッチさん、ありがとう。めっちゃ楽しい人生与えてくれるももちゃん、本当にいつもありがとう。ファンクラブイベントの日は仕事が休めなくて申し込むことすらできないけど、次の機会に参加できることを期待して日々頑張ります。ありがとう。もう嬉しい、そんなね、楽しい人生を与えられててよかった。私も出会えてよかったです。好きになってくれてありがとう。ファンクラブね、今回は残念かもやけど、また東京とかでもできるように頑張るので、ありがとう。その時はぜひ待ってます。ありがとう、お仕事頑張ってね。北海道はほどほどに、江ノ島へならいつでも待ってます。ありがとう、リッチさん。次はデンデン、デンデンさん、ありがとう。ももちゃんもしてて楽しいです。これからも応援してます。やったー。嬉しい。この間ね、いっぱいお話できて、その後もまたお話できてすごく嬉しかったの。いろんな趣味とかの話とか、好きになったきっかけとか、いろんなお話してくれてありがとう。これからもいろんなこといっぱい教えてね。気になってくれてありがとう、デンデン。またお話しようね。いつかは見つめ合いのツーショットも絶対撮ろうね。ありがとう。ありがとう、デンデン。お願いします。ありがとう。それは久保津さん、ありがとう。立成姉妹しか勝たん。ありがとうございます。もう、でしょ一戦姉妹しかでしょ。ありがとう、この間めっちゃ会えて嬉しかったの、本当に。お姉ちゃんから久保潤さんはめっちゃ可愛いよって聞いてたので、すごく嬉しかったです、会えて。ありがとう、チェキとかいつも応援してくれてて、二人でライブいつかできた際には絶対見に来てね。これからもずっと立戦姉妹推しでいてください。ありがとう、久保さん。 Thank you。 お願いします。次はタカさん、またまた2枚ありがとう。4枚目だ、ありがとう。いつもサインやチェキありがとう。どんどん宝物ものが増えて嬉しいです。ファンクラブイベント無事当選したので参加します。およかった。
はどんなお楽しみになるのか、お楽しみ会になるのか楽しみです。通常の方しか当たらなかったけど、かわいいもーちゃんが見られれば十分。これからも応援してます。ありがとう、会えるのめっちゃ楽しみ。あ、くまのさんありがとう、ありがとう、見に来てくれてありがとう。嬉しい、たくさんありがとう。絶対楽しいお楽しみ会にするので待っててください。ありがとう、宝物って言ってくれて、ももかが書いたやつ思い込めて書くね。お前もありがとう。ありがとう、たくさん2枚も4枚もありがとうね。センキュー。ありがとう。次はみゆちゃん、ありがとう。最近はももちゃんとたくさん会えて話してて嬉しい。来年からは少し距離離れちゃうけど、大好きなももちゃんのためにどこからでも飛んでいくけんね。これまでもこれからももちゃんのことだけ楽しく読めていきます。ラブだよ、やった。もうみゆちゃんはもう本当にね、ずっと前から好きになってくれて、ずっと一筋でいてくれて、忙しいはずなのにいつも会いに来てくれてありがとう。一昨日も会えて本当に嬉しかった。距離はね、そっか、はい、けど、あ、今日見れないんだ。ありがとう、伝えといてみゆちゃんに。無理せず会える時にもうか待ってるので会いに来てね。ありがとうみゆちゃん。これはもう沼にハマってるでしょ、絶対私も。ドラマさんも寝通りで行く？違うでしょ、絶対。いつもいっぱい褒めてくれてありがとう、みゆちゃん。頑張ってね、これからも応援してるよ。まだ何も知らされてないので、ありがとう。これからもずっと楽しんでいてね。あ、誕生日めっちゃ遅刻しました、ごめんなさい。おかえり、お疲れ様だよ。全然大丈夫だからね。次はひさくん、ありがとう。ももちゃんからいつも元気もらってます、リリーベの時。次は2月って言ったけど、その前にファンミがあったね。スペシャルシート取れなかったけど楽しみするね。嬉しい、ありがとう。よかったファミね、2月やったね、ちょっと寂しいけね。よかった、会えるの楽しみにしてるファミで、ありがとう。ひさくんって書くね。よいしょ、絶対楽しいイベントにしようね、一緒に。はい、セブナーさん、ありがとうございます。あら、あれじゃないですか、ゲーム最強のセブナーさんじゃないですか。アイコーン、いいこと間違えてる。あ、今日も破壊的に書くとこ嬉しい、見てくれてる、ありがとう。嬉しい、モーカの名前も書いてくれてる、ありがとう。ひさくん届くの楽しみにしててね、ありがとう。ひさくん Thank you。 意外と分子性の強さだけは本当に誇っていいと思う。ありがとう。次はモコ組のマッピー、おかえり、おかわりですか、ありがとう。まあまあ、モコ組のありがとう、ありがとう。ただちま、おかえりちま。もーちゃん今回もおサインありがとう、届いたらまたお部屋に飾るね。お部屋がもーちゃんたくさんあってきてるし、また今年も1ヶ月あなたたく思い出作れて楽しかったよ。これからもたくさん思い出作ろうね、ずっともーちゃん一緒だよ。
ありがとう。もうお部屋でもももしか、ももだけで置いてね。もうばっかりもも尽くしのお部屋にしてください。いつもお話し会でね、その背景が見えるから嬉しい。オンラインの時とかサイトとかを投資してた。待っててね、お話し会の背景にしてね。またマピーありがとう。アイドル活動していて楽しいこともありがとう。悩むこともあると思いますが、私のような一般サラリーマンでも同じでしょう。ファンだったり仲間だったり、次はももっこ組ののっぴー、おかえりおかえりなさい。おかわりのっぴー、ありがとうございます。遅くなりましたが、セブンとおめでとうございます。ビッグラブ、海のビッグラブ、ありがとう。ビッグラブってあれじゃん、モカ組ののっぴ、ただもも、ただもも。今回のシングルの衣装、もーちゃん可愛くてカチューシャ姿も、姿のもーちゃん大人っぽくて最高です。これからもーちゃん一押しでいるよ。もーちゃん大好きです。ありがとう。カチューシャももちゃんのアザージャケット待っててね。ありがとう。そう、今年のやつは一番今までの大人っぽいかもしれない。確かに。ありがとう。と一押しでいてね、約束。ありがとうのっぴー、ありがとうのっぴー。次はミミさん、おかわりありがとう。サインありがとう。いつも頑張っているももちゃんを魅力ながら応援していきますね。少しずつ沼にハマっていってる。はてな、もうおいでよ。ありがとう、本当に一応したい。ありがとう、おいでよミンミン。てかもう、もうきっと沼にいるのではないでしょうか。ありがとう。あ、幕張ゲット、で幕張ゲットしました。待ってます、ありがとう、ありがとう。大切にしますね。いつも大切にしてくれてありがとう。ミンミンありがとう。これからももっと仲良くなるね。ありがとう。次はヨシアキさん、ありがとう。もーちゃんのパフォーマンスを見ているのが一番楽しい時間で、楽しい、間近で見れるのは少ないけど、これからずっともーちゃんをします。ありがとう、嬉しい。またいつかで間近でもーかといっぱい目合わせましょう。ありがとう、よしあきさん。よしあき、ありがとう。パフォーマンス褒めてくれて、いっぱい頑張るので待っててね。ヨシアキさん、ありがとう。ありがちゃん。次に行きまして、タツバラさん、おー、いつも応援してくれてるタツバラさん、ありがとう。いっぱい配信来てくれたり、ずっと好きになってくれて、ありがとう。これからも好きでいてね。ありがとう、タツバラさん。これからもいっぱいコメントしてね、待ってるよ。ありがとう。あ、名前呼ばれたよ、見てくれてた、ありがとう。ゲットしてくれてありがとうね。こんばんは。続きまして、おかわりのエイトさん、ありがとう。どうだろう、間に合ったかな。エイトさん間に合うかなってさ、そう言ってくれたんで、言ってくれてたんだけど、2枚目、おかわりありがとう。エイトさん間に合ってるといいな。いつもお仕事忙しい中、いっぱいモンカのこと考えてくれてありがとう。
ました。ありがとうございます。そのね、お仕事の合間にもお話し会来てくれたりとか、1時間目から来てくれて、なんかが寂しくないようにしてくれてありがとう。お仕事お疲れ様。ありがとう、エイトさん。あ、そうなんだ。ありがとう。ちなみにこれ、ありがとう。お願いします。次はラップさん、ありがとう。やほみまる、アジャジャケットいつも楽しみしてるけど、今回の写真は最高の一言につきますね。やっと大人っぽくて吸い込まれそうな、吸い込まれそうになるほど美しくて、アザモーさんの魅力でます。アザモーさんに魅力近づき、アザモーさんに魅力ってます。また一つの宝物をありがとう。10枚目シングルでの活躍も楽しみにしてますね。ありがとう、ラップ嬉しい。今回の写真もかめっちゃお気に入りで、そう言ってもらえると本当に嬉しい。ありがとう、いつも楽しみにしてくれて、たくさんゲットしてくれてありがとう。ラップが撮ってくれた写真を絶対保存してるよ、いつも。ありがとう、いつも綺麗に撮ってくれて。またイルマくんを買ったりもぜひぜひ待っておりますので、これからも農家のこと好きでいてね、ラップ。ありがとう。ありがとう、お願いします。次はフチポン、ありがとう。フチポンいっぱい配信とか来てくれてる。ももちゃん先日初ショットありがとう。初ツーショット、とうとうありがとう。残りのツーショットは間に合わないので参戦できませんが、リアルの話し会にはちょこっとお邪魔しますの、お邪魔します。あ、先日の六本木のイベント行きましたよ。コンフォですか。リアルももちゃん可愛かった。またね。やったー、ありがとう。ジップン好きになってくれて、これからも最高しか。ありがとうございます。フジッポン、しかもいっぱい会いに来てくれてて、ツーショットもめっちゃ嬉しかったよ。これからも待ってるからね。ありがとう、お話し会直接会えるの待ってます。ミスターももか、ありがとう。好きになってくれて、これからもいっぱいおいでおいで六本木でも会えてよかった。また会いに行きますね、いっぱい。あ、そうなんだ。ありがとう、お願いします。次はマリちゃん、ありがとう。10枚目シングル発売おめでとう。ありがとう。ももちゃんのこと好きになれて幸せ。いつも最高だった。幸せって気持ちで更新してくれてありがとう。ももちゃんのこと大好きの、100億倍大好きだよ、これからもずっとです。ありがとう、マリちゃん。いつもね、私の方が好きって言ったら、私の方が好きだよっていつも戦ってるんですけど、本当に、大好きの100億倍、じゃあ私は大好きの1000億倍大好きですよ、マリちゃん。ありがとう、いつも最高だったって、ベトモメ、どんな私も褒めてくれてありがとう。おととい会えて嬉しかったよ、ありがとう。すいません、私も役場にもちゃんとお留守できるように。マリちゃん、ありがとう。違う違う、カフェじゃない、あのスピーカーありがとう今日も可愛くて大好きありがとう、嬉しい、ありがとう。次はまぶしすぎる流れ星さん、ありがとう。ももちゃん、昨日七並べのチキ届いたよ。眺めて癒されてます。最近ももちゃんからのレッスンをもらうのが生きがいになってきてます。おお、全国ツアーの追加公演でバックレッスンもらって真相でした。彼女の関心が厳しいですが、おまかつ頑張ります。ありがとう。たくさんたくさんこれからもレッスンするんで会いに来てください。監視はね、あると思うんですけど、怒られない程度に他にいっぱい会いに来てください。お待たせしました。ありがとう。お待たせしました。
ちらさん、ありがとうございます。チェキもありがとう。流れました。流れ星さん、まぶしすぎで流れ星さん、ありがとう。また爆裂しちゃうので待っててください。ありがとう、いつもありがとね。では今から追加分になります。ホットケーキ、そうですね、じっくり焼くとですね、今から追加分に行きますよ。綺麗に焼けます。こんにちは。え、岩塩さん、では藤井さん、ありがとう。ももちゃん、これからも応援するよ。矢印短い、わら。全然いいよ、ありがとう。逆に今日頼んでくれて本当に嬉しいよ。ももかゲットしてくれてありがとう、藤井さん。ありがとう。どうも。ありがとう、申し込み。あれ、全然大丈夫。間に合ったんだから。全然汗汗マークじゃないよ。なんか嬉しい。いつもね、ありがとう、話しに来てくれて。また話せるの楽しみに待ってます。じいさんありがとう、チキもありがとう、こちらこそありがとう、頼んでくれてありがとうね、感謝だよ、ありがとう。続きましてゼッタンさん、ありがとう。ゼッタン、おととい、ももに近くで会えてももしかなったので、もも推しです。ずっとでしょ。これからもよろしくね、ありがとう。近くで会えて本当に嬉しかった、私も。しかもさ、まとめ出しのとこも来てくれて、すごい私すごい嬉しかったの、ありがとう。私はね、独占欲が強いので大変かもしれませんが、ずっとここにいてください。もう一番だね。そう、ずっと言ってくれてるよね。嬉しいんだけど、本当にありがとう。これからもたくさん会おうね、待ってるよ。ありがとう、いつも。ありがとう、お願いします。はい、いつもベトモブしてくれてありがとう、嬉しいです、ありがとう。次はシュウさん、間に合ったよ。最近ビジュアルはもちろん、パフォーマンスもファンサもさらに良くなってて、本当に最強のアイドルへの道に進んでるなと思います。いつも優しくしてくれてありがとう。伝わってると思いますが、一番好きなアイドルはももちゃんです。これからもよろしくね、ありがとう。嬉しい。ビジュアルもパフォーマンスもファンサも全て全て、あの、褒めてくれて嬉しい、本当に。この間ね、なんかサステナブルのセンターね、できて嬉しかったんだ。よかった、間に合って本当に良かったです、見れて。ありがとう、頼んでくれて。またどこかでね、披露、また。あ、会ってきたの。ちょっと何浮気してんじゃないか。早速さっきやっマイカさんに会ってきた。私にも会いに来い、会いに来い、来い。しおさん、ありがとう。一番はももやで、ありがとう。しおさん、ファミとセンターさん、待ってる、待ってるよ、2日会おうね、ありがとう。続きましてミワさん、ありがとう。ミワさん、ずっと前からありがとう。来年こそは直接会えるといいな、というか会いに来てます、会いに行きます、絶対待ってます。ずっと前から応援してくれとるよね、絶対会いたい。
よ、誰か楽しみにしてる、本当に。いっぱい応援してくれて本当にありがとう、皆さん頼んでくれてありがとう。メッセージもついてて嬉しかったよ、ありがとう。次はタッキーさん、ありがとう。前回のジャケットサイン会が初めてのオンラインサイン会申し込みで、それから気づいたら桃の間に一歩二歩、可愛いモーちゃん好きなソピーチ感情公認のね、好きなソピーチありがとう。やっぱり申し込んじゃいました。これからもあちらに怒られない程度に出没します。監視をかいくぐり、好きなソピーチバレないようにね、もうかもバレないようにお待ちしてるので、来てくれた時はもういつでもウェルカムにお待ちしてます。本当にこれからも好きなソピーチでいてください。本当に嬉しかった。これずっと迷ってたんかな、迷って今日申し込んでくれたんかな、嬉しい、ありがとう。今日ね、頼んだことを絶対後悔させないよ、もんか。迷ってました。お話し会もよろしく。よろしく。もうかはもう嬉しいです。ありがとう、ザッキーさん。好きなソピーチー。ありがとう。お願いします。続きまして、コウジさん、配信当日は僕隊に行ってて見れないと思うので、おいおいなんかコメント残してもらえると嬉しいです。あとで確認し楽しんでんのかよ、あずちゃんだろ、あずちゃんだろ、あずちゃんは渡さないよ。ありがとう。チャット今はまだ公演中かな。ありがとう、頼んでくれて、公演前かな、多分公演前に頼んでくれて、ありがとう。いっぱいね、モンカのこと好きって言ってくれて、いつも一押しで好きになってくれてありがとう。これからもずっと一押しでいてね。僕隊楽しめよ。ありがとう、コウジさん。ありがとう。お願いします。次はもち太郎、ありがとう。もちゃんもっとわがままになっていいよね。後輩ちゃんや先輩と積極的に絡んで新たなリッスン桃花が見られることをちょっと期待してる。ありがとう。そうですね、もっとわがままにね、なりましょう。もっとわがままに。でもね、最近ね、先輩方とめっちゃ仲良くなれてるし、後輩ちゃんとも話せるようになったの、本当に成長なの、もんか。だから新たなもんか見れるかもしれない。楽しみにしてて。よいしょよいしょ、そうやで。そうやで、待ってて。最近はコミュ力がちょっと上がったもんかさんだから。もち太郎、頼んでくれてありがとう。よかった、嬉しい。またすぐ会おうね、待っとるよ。ありがとう、もち太郎。人見知り克服や、そうやで、ニューモモちゃんやで。ありがとう、もち太郎。ありがとう。します。成長中、そう、成長中。って言ってる間になんとラスト。後輩ちゃんとも、そうだよ、後輩ちゃんとも。ありがとう、こちらこそありがとうございます。成長してるのさ。そう、STU ウォーカーでもね。あの3期生ちゃんのみんな2人とあかりんさんと言って、
いっぱい話しました、みんなで。ラスト、安尾さんありがとう。ありがとう。え、昨日さ、あのさ、迷ってるってみたいな、欲しいなみたいな言ってくれてたじゃん。やちゃん嬉しいんだけど、ゲットしてくれて。安尾ありがとう、かりしめですよ。3月のマイカーかける四国公演でももちゃんを初めて見て、パフォーマンスに惹かれて、たくさんお話に行って、たくさん一緒に踊ったりして、幸せをありがとう。最近はリフレインのコールを少しニヤッとしてくれるように見て、こっちもニヤッとした。わら、釣り常に釣りの四国マッシュです。ありがとう。衣装にね、この今回の衣装好きってくれて言ってくれて、私も今回のめっちゃ好きで、ね、嬉しい。あのさ、リフレインの時さ、ママママママみたいな私いつもあのニヤって言うんじゃなくて、もう爆笑してますよ、嬉しくて。いつもさ、多分一人でコールするの勇気いると思うんだけどさ、頑張ってくれてありがとう。めっちゃ楽しいよ。よありがとう。安尾さんゲットしてくれてありがとう。これからも公演とかお話がいっぱい待ってるよ、好きになってくれてありがとう。お願いします。秋葉原なので、地上や武道館でも一人で戦ってきた、さすがじゃん。これからもたくさん待ってます。ありがとうございました。あざあざ。10時間お疲れ様。お疲れ様、ありがとうございました。ちょっと書いとか聞いて、全然今日めっちゃ噛んでました。ごめんね。噛んでました。みんなのメッセージ。呼ばれたみたいで間に合わんかったやろ。そう、聞いとったんよ。ありがとう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。たくさん、たくさん、たくさんありがとうございます。おおだけ申し込んで、やったー。嬉しい。今回は書いてるとこ見えてる。よかったです。ずっと可愛いもーちゃん見えて。楽しかったよ。ありがとう。もかも楽しかった。今日のメイク本当？可愛い？似合ってる？言って休んでね。ありがとう。うん、僕は2時間20分か今。びっくり。そんな経っとったっけ？なんかあっという間すぎて気づいてなかった。ありがとうございました。ではランキング読んでもいいですか？買いすぎて仕事の疲れと、よかった、外冷えてる。あ、そうなんだ。13位の羽生さん、ありがとう。12位のマッピアノのっぴさん、ありがとう。ももちゃんのサイン会配信楽しかった、よかった、ありがとう。11位ののっぴーさん、マッピアノのまっぴーさん、ありがとう。頑張ってね。あざあざゲットサイン会お疲れ様、ありがとう。待っててね。10位のもっちーさん、ありがとう。ケイのたかきさん、ありがとう。今日も最高に可愛いよ、もーちゃんずっと大好きよ、ありがとう。ずっと好きでいてね。うちのふくちゃん、ありがとう。生誕祭当選できますように。できるよ、きっと待ってる。ありがとう。
ねねのピノさんありがとう。前髪バッチリ決まってる、ね、お、よかった、今日調子いいかも。ありがとう。5って呼ぶな。6位の隣に帰省いるって聞く人さん、ありがとう。5位のトシさん、ありがとう。いきもも倒し、頼んでくれてありがとう。4位のタチさん、ありがとう。120文字じゃ言えないこと足りなさすぎて大好きだよ、ありがとう。いっぱい伝えてね。また最後にゆうさん、ありがとう。生誕祭行くね、待ってる。2位のどうせつさん、ありがとう。1位のたっちゃん、ありがとう。またお礼させてね。ありがとうございました。サインいただくの楽しみに。今日はね、あんままだご飯食べてなくてですね、帰ってご飯食べるね。また明日配信で話しましょう。またね。おっちゅー、バイバイ、またね。ありがとう。